F3 次期戦闘機開発で、ジェットエンジンをイギリスのロールス・ロイス。社と IHI 社が、共同開発で、話が進んでいることをキャッチしました。今回、日本が誇る、XF9 エンジンの行方を詳しく見ていきますね。コストの面でも有効に見えますが、純国産の夢は、また遠のく。イギリスも、対中政策で、日本とより、軍事的協力が必要な状況です。2021年7月3日の新聞によると、航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機となる次期戦闘機のエンジン開発において、日本政府が英国政府と共同開発する方向での調整に入ったと報道があり、日本の次期戦闘機エンジン開発メーカーである IHI 社と、イギリスのロールス・ロイス社との共同で、そのエンジンは将来的には輸出展開も視野に入れられているとされている。ことの発端は、2021年6月、月に、イギリスのコーンウォールで開催されていた、G7、主要7カ国首脳会議で行われた菅、首相とイギリスのジョソン首相による、日英首脳会談において、エンジンの共同開発についての話が出たという。そして、G7後には、防衛省担当者が、イギリスに赴き、イギリス担当者と協議した上で、現在は、最終の調整段階に入っているとされている。このニュースに関しては、その後の他社による報道や、政府あるいは防衛省などからの公式発表が、今のところはないため、そのことの信憑性は定かではないものの、あり得る話として捉える向きは多い。イギリスのロールス・ロイス社は、高級車で有名であるが、航空関連産業においても、西側の三大エンジンメーカーとして、アメリカのプラット&ホイットニー社、ゼネラル・エレクトリック社と並び称される存在である。現在、イギリスで開発が進められている第6世代戦闘機、テンペストのエンジン開発を担当しており、そのエンジンのコンセプトは、小型のコア、スモールコア、電力、パワージェネレーション、熱制御、サーマルマネージメントであるという。機体のステルス性と燃料、および、兵装搭載能力を助けるサイズは小さく、高度なアビオニクスを支える高い発電力を発揮し、それでいて飛行に支障が出るほどの高熱を制御するというこのコンセプトは、現在 IHI が開発を進めている次期戦闘機用の XF9 エンジンに生かされるに違いないとする声は多い。また IHI はロールス・ロイス製のエンジンパーツを提供している実績がある。2019年に、ロールス・ロイス社製で、ボーイング787型機に搭載されていた、トレンド1000、エンジンのタービンブレードに、たびたび発生していた不具合を解消することに協力して以来、その後も、ロールス・ロイス社製旅客機エンジン用のタービンブレードを量産して提供している、製造請負契約を交わしている。実は、それ以前にも、ロールス・ロイス社のエンジンパーツを供給していたのであるが、この件以来、IHI 社から、ロールス・ロイス社への部品供給が拡大している関係にあり、両社間には、共同開発への妨げとなるものは、ないと思われる。しかしながら、航空自衛隊の次期戦闘機においては、2020年12月に、海外の共同開発先として、ロッキード・マーティン社を選定して、開発支援を求めることが決定していて、機体関連の共同開発が、アメリカのロッキード・マーティン社、エンジンの行動開発が、イギリスのロールス・ロイス社となることで、不都合が生じる恐れがあるのではないかと懸念する声も上がっている。防衛省が、次期戦闘機の共同開発先に、ロッキード・マーティン社を選ぶのには、理由がある。航空自衛隊には、次期戦闘機の配備を急なくてはならない事情があり、それは、F2 の退役が、2030年から、始まることだ。F2 は、機体の小さい F16 をベースにしただけに、これ以上の、新しいシステムの搭載が難しく、
近代化改修に限界があるため、2030年代には退役を余儀なくされるのであるが、その後継機種は遅くとも2035年には登場させる必要があり、それが遅れた場合に F-35 だけでは補いきれないのだ。さらに次期戦闘機は F-35 との連携が重要視されることや、在日アメリカ軍の F-35 や F-22 とも連携を取る必要があることから、必然的ロッキード・マーティン社が指名されるだろうと囁かれていたのである。またこれらの第5世代戦闘機を送り出した同社のステルス技術力は重要で、かつてステルス実証実験機 X2 シンシンを開発したとはいえ、三菱重工業においてもロッキード・マーティン社の技術協力は欠かせない。しかし次期戦闘機のエンジンとして期待されている XF9 エンジンはほぼ完成しており、すでに IHI 社から防衛装備庁にプロトタイプエンジンが納入され、試験が行われている。この XF9 はハイパワースリムエンジンがコンセプトであるが、どちらかといえば大型のエンジンで、 F-15 に搭載されているアメリカのプラット&ホイットニー社の F100 エンジンとほぼ同じサイズとされている。 XF9 はアフターバーナーなしで11トン以上の推力があり、アフターバーナー使用時で最大で15トンの推力を発揮するハイパワーエンジンであり、 F-22 に搭載されている史上最強とされる F119 エンジンと同等のパワーを発揮する。そしてこの XF9 は将来的に大型化にも小型化にも対応できる設計がなされており、次期戦闘機に搭載する場合モックアップの外観から判断するに総発になると思われるため、小型化が検討されることとなろう。エンジンの共同開発先としてテンペストに搭載する小さいエンジンを開発しているロールス・ロイス社とは、お互いにメリットのある技術提携ができる可能性は高い。もしこの先日本の次期戦闘機とテンペストが同じエンジンを搭載することになったとすると、エンジンの量産化によるコストダウンが期待され、日本にもイギリスにとってもメリットが非常に大きいのである。次期戦闘機を輸出できるようになるかどうかはともかくとして、エンジンだけでもコストダウンができればありがたいことである。ただ日本がエンジン開発でイギリスにすり寄るのをアメリカが黙って見逃すかどうかはわからない。 F2 の時のように肝心の技術情報をブラックボックス化してしまい、日本に対して法外な費用を吹っかけてくることは十分に考えられる。しかし日本は機体の共同開発から外れたイギリスの BAE システムズともまだつながりを保っており、今後の成り行き次第ではロッキード・マーティン社との駆け引きのカードとして利用することがあるかもしれない。ただアメリカとしては現在の南シナ海や台湾における中国との対立の激化を考えると、日本を無下にすることはできない状況であるため、 F2 の時のような強硬姿勢を取ることはないだろうとする見方もある。いずれにせよ次期戦闘機についてはアメリカの言いなりになることなく、本当の意味での国産戦闘機として開発を進めて、東シナ海にて中国軍と対峙する平成のゼロ戦を作り上げてもらいたいものである。